オリックスですけれども、皆さん昨日の試合は見ましたでしょうか。今回はですね、今シーズン第111試合目、8月の26日ロッテとの試合についてお話をしていこうかなと思います。昨日も勝てば勝ち越しということで、しかもねゲーム差が10以上離れるということですから、もうね、オリックスの優勝ほぼ間違いなしというところまで行く、まあそんな展開が予想できるわけなんですけれども、オリックスはシュンペーター、ロッテは西野投手が先発をするということで、一体どんな試合だったのか見たところ、ロッテ対オリックスなんと引き分けということで、延長12回の末、4時間超えの試合の中ですね、痛み分けという展開でしたので、早速ですね昨日の試合スタメンから、お話をしていこうかなと思います。でまずスタメンですが、ご覧の通りということで、大城選手がですねようやく、まあ、抜擢をされるということで、まあ、早くね使われへんかなっていうふうに思っていたんですけれども、このタイミングで使われるということで非常に期待をしておりました。そんな中で1回の表からですねお話をしていくんですが、シュンペーターがですね3者連続三振ということで、球団史上、まあ、オリックス史上ですね日本人としては最速タイの160キロをマークするということで、ちなみにね160キロマークしているのは山崎総一郎投手であるということなんですけれどもね、もうそこにこう肩を並べるということで、もう球界のオリックスの、まあ、歴史に名を刻んだわけですけれども、山口選手の三振なんかもう見事でしたよね。でもちろんねシュンペーターのフォーク、昨日はもうめちゃくちゃキレが良くてですね、今までで一番いいんじゃないかっていうぐらいもうキレッキレだったんですけど、まあ落差もありますし、なくてもね非常にこうチェンジアップとしてもいい働きをしていたんですが、これ山口選手の三振の何が良かったかっていうと、まあ、森選手の配球というかリードですよね。一回フォーク続けて、まあ、僕だったらまっすぐかカーブ、まあ裏書いてカーブかなっていうふうに思ってたんですけど、その裏を書くのがカーブじゃなくてフォーク連投なんですよね。でこれはちょっと打てへんなっていう、まあ、あくまで個人的な、見方なんですけど、普通に騙されたっていうような感じなので、やっぱ森選手のリードもさすがですし、シュンペーターとですね相性がいいんだろうなっていうふうにちょっと思っちゃいました。で1回の裏ワンアウトからケイタがね四球フォアボールで出塁するんですが、森選手が凡退というところでね、ここ最近やっぱ森選手の凡退の、仕方を見るとすごく悔しがってるので、やっぱかなり気合が入ってるんだろうなっていうのは、おとといの動画でも言いましたけども感じました。そして2回の表ですね、先頭のポランコ選手ライトにヒットを打つということで、ワンアウトから岡選手、安田選手連打で満塁になるんですが、ここね助かりましたけど、田村選手ピッチャーゴロでゲッツーっていうね、後にも先にもやっぱシュンペーター最大のピンチだったんじゃないかなっていうふうに思うので、ここはやっぱ素晴らしかったですし助かりましたよね。そして3回の表ワンアウトから藤原選手ファーストゴロで、ここをね頓宮選手がファインプレーというところで流れを一切渡さない、プレーが非常に大きかったなとこういうことでございます。そして3回の裏2アウトから渡辺春人選手がですねショートに内野安打打つんですが、2番の西野選手、まあ、一昨日ね、活躍をしたわけですけども2安打で、まあ、なかなか昨日は、その流れに乗れずっていうところで凡退で終了してしまいます。今回の表ですねワンアウトからポランコ選手がフォアボールで出塁するんですが、ここはなんとか無失点で切り抜けて、4回の裏ですねワンアウトから森選手がセカンドに内野安打を打つんですが、頓宮選手、紅林選手ともに凡退ということで、ここも残念ながら、終了してまいります。5回の表ですね先頭の安田選手ロッテは出塁ということで、ライト前に、ヒットを打ってですね田村選手バントで進塁をさせるんですが、友杉選手がですねまあこう打って、その打球を、まあ、オリックスサイドとしてはですね結構キワキワでアウトにするんですが、ここねリクエストロッテするんですが実らずアウトというところで、オリックスにいい流れが来た状態で藤原選手もしっかりと抑えてというところで、5回の表終了ということでございます。今日のシュンペーターはですね球数的には72球だったので、まあ、7回ぐらいまで行くのかなと思っていたんですが、この回でマウンド降りるということで、フォアボールが1つ、奪三振4、被安打4ということで、原因は腰の張りだったそうですね。球数的にとかそういうのじゃなくて、シンプルに違和感を感じてシュンペーターからちょっとこう申し出たというような感じでございました。まあ、腰の張りなんでね、場合によっては結構選手生命に関わることもあり得る場所なので、腰の張りですけどね、この辺はちょっとね今後の経過報告ね、まあ個人的にはね、中10日で回りたいとシュンペーター言ってましたけども、まあ、無理はさせないと思いますし、結構ここ最近ね怪我っていうのが大谷さん見てると割とこうちょっと本当酷使っていうのがね気をつけたい部分にはなってると思うので、まあ酷使らしい酷使はね
してないですよ。中何日かゆとりを空けてるわけですけども、しっかりとですね、ここは完全に良くなってから投げるんじゃないかなっていうふうに思うので、持病にならないことをちょっと個人的には、期待をしたいなという感じです。そして5回の裏ですね、4球で三者凡退というところで、オリックス打線なかなか沈黙ということですけど、6回の表、2番手の比嘉さんにスイッチしてまいります。イニング前にね、俊平太が投球練習していたので、まあ行くんだろうなと思っていたら、腰の張りでっていうことだったので、比嘉さんスイッチということで、ワンアウトから中村翔吾選手ライトにヒットを打つということで、その後ポランコ、石川慎吾選手しっかり抑えて無失点で切り抜けます。6回の裏ですね、2アウトから中川圭太選手がフォアボールで出塁をするんですが、後続残念ながら凡退で無得点でございまして、7回の表、3番手の阿部翔太投手にですね、スイッチをするんですが、2アウトから田村選手にフォアボールを与えてしまうんですが、友杉選手三振で終了ということで、非常にね、この投手戦が、まあ打線が両方貧だっていうのもあると思うんですけど、スコアレスドローが続いていくわけですよね。そして7回の裏、先頭の頓宮、レフトにヒットということで素晴らしいです。3割1分キープということですけど、紅林選手がバントで進塁させるんですが、マーゴ野口が凡退ということで、ここぞね、やっぱチャンス、2塁までは回せるんですけど、なかなか1本出ないっていうのがね、ありますよね。そして8回の表、4番手の宇田川投手にスイッチするんですが、先頭の藤原選手にフォアボールを与えてしまうんですが、山口選手、中村選手、ポランコと主軸をしっかりと抑えるということで、ここも、0点が続いていけるということです。そして8回の裏、先頭の大城選手センター前ということでね、抜擢に応えるヒットを打つわけですけども、渡辺春人選手がバントで進塁、ここもね、2塁に持っていくんですけど、西野選手のところでね、もうつかさず代打で宗選手出すんですが、ここもセンターフライで、タッチアップ、まあ進塁だっていうような感じになるわけですけど、まあ宗選手がね、ここ最近ちょっと調子落とし気味っていうことで、やっぱ好不調の波が激しいというか早いですよね。またすぐ好調になるんじゃないかっていうような感じですけど、でロッテもですね、石川慎吾を下げてレフトに岡選手、ライトに小川選手っていうところで、もう是が非でも1点やるなよという感じで布陣を組むんですが、結果的にはケイタもね、センターフライというところで、無得点になってしまいます。そして9回の表ですね、5番手に山崎総一郎投手スイッチということで、先頭の角中選手にセンター前を許すんですが、岡選手がバントで進塁、ここまで安田、藤岡選手をしっかりと抑えて凡退で無失点で切り抜けるということです。最終回9回の裏、サヨナラがちらつく中で、ロッテはですね、西野投手からやっとペルドモにスイッチということで、ここね、やっぱタイミング的にも主軸ですから、一番チャンスだったんじゃないかなというふうに思うんですけど、西野選手がね、やっぱオリックスなんでかわかんないですけど、苦手というか、おとといの種市投手とかもそうですけど、ここね、結構やっぱ CS で当てられると、ちょっとオリックスとしては嫌な流れだと思うので、あと1回もし、対戦することがあるのであれば、次はね、KO したいなという展開でしたけれども、森、頓宮、紅林、残念ながら凡退ということで、特にね、頓宮選手のサードライナーがめちゃめちゃ惜しかったです。あれも本当タイミングというか、横にそれてたら長打っていうような状態だったので、ここはね、まあ、首位打者争いっていうのも含めて非常に惜しかったですよね。ということで9回の裏も戦うんですが、0対0ということで、10回の表延長戦につながっていくわけなんですが、オリックスのやっぱ系統があまりにも豪華ということで、6番手に山岡投手にスイッチということでございます。先頭の友杉選手がセンター前、そして藤原選手がバントで進塁ということで、もう何度見たかワンアウト二塁という状態なんですけど、山口選手にフォアボール、そして中村翔吾選手にレフト前ということで、ここ一塁三塁になるんですね。でレフト前のところで渡辺春人選手がですね、しっかりとホームに高送球を投げてですね、抑えてっていうような状態だったので、ここね、渡辺春人選手の働きが素晴らしかったんですけど、ポランコ選手に対して申告敬遠で満塁、結果和田選手には三振で先制許さずということで、まあ一番こうピンチだったなという感じでしたけども、まあロッテ打線相手にですね、山岡投手もなんとか踏ん張ったというような展開でございました。そして10回の裏ですね、ロッテは増田投手にスイッチということで、オリックスはね、平野義久投手ではなくて山岡投手だったんですけど、ここですね、先頭のマーゴがフォアボールで出塁して、今度ね、野口選手がバント遅れずということで、初球ね、ファーストフライ上げてしまうんですが、大城選手、渡辺春人選手凡退で無得点ということです。そして11回の表、7番手の山田投手にスイッチということで、安田選手、佐藤選手を連続三振で無失点で切り抜けます。そして11回の裏ですね、横山投手にスイッチするんですが、ワンアウトからですね、久々に啓太が長打を打つということでセンターにツーベースを打って、森選手申告敬遠で一塁二塁、頓宮紅林凡退という、もうね、何十回見たんかっていうような流れでございます。そして12回の表、8番手の吉田亮投手にスイッチということで、
先頭の友杉選手がライトにヒット、藤原選手が今度バントを送れずワンアウト一塁、その状態で山口選手、中村選手が凡退で負けだけはなくなるという状態になります。最終回12回の裏ですね、澤田投手にロッテもスイッチということで、ここ三者凡退でございまして、代打もなくということで9年ぶりのマジックは点灯するんですが、 CS に向けてちょっとだけ不安材料が残るということで、いつ打線が爆発するのか、そして短期決戦はですね、いくらゲームズ離れててもアドバンテージ一勝しかないですから、そこを考えるとですね、そこまでに打線が復調したいというような、そんなゲーム展開でございました。ということで、今回ですね、ざっと昨日の試合についてお話をしてみたんですが、皆さんいかがでしたでしょうか。非常に疲れたんじゃないかなというふうに思うんですが、今日もね、最終戦ありますけれども、ぜひ、この試合について何か思うことがありましたらコメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思っております。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録と、そしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。